はい、皆さんこんにちは、マサルと申します。マサルの勉強部屋へようこそ。それでは今日は第68回、今日はスマーフ攻撃についてアウトプット挑戦していきます。なんかこう攻撃とか聞くとちょっとテンション上がってしまうんですけれども、なんか少し楽しそうな部類ではありますよね。では今日はこの代表的な攻撃手法として挙げられるスマーフ攻撃についてお話ししてみます。スマーフ攻撃は ICMP のエコーリクエストの仕組みを悪用して、相手のコンピューターやネットワークに大量のパケットを送りつけるDOS攻撃の一つとして挙げられています。そしてここで出てくるスマーフという言葉なんですけど、これはなんかアニメなのかな、漫画なのかな、小人たちが活躍する漫画で、まあ、体はなんか青くて小さいけれども、まあ、はるかに大きい相手を、まあ、大勢で倒すようなストーリーだそうです。ちょっと全く見たことなくて馴染みがないので想像がつかないんですけれども、まあ、YouTube でスマーフとか検索すると出てくるみたいですよ。もしあのご興味ある方は見てみてください。でそもそもは、まあ、このスマーフ攻撃の最初のプログラム名がスマーフ.c だったことから、まあ、スマーフ攻撃と呼ばれるようになったそうです。はい。で今日では、まあ、先に言っておくと、今日ではこのスマーフ攻撃から守る手段っていうのは確立しているので、スマーフ攻撃に対して脆弱なままなネットワークっていうのはほとんどないっていう状態です。じゃあこの守る手段って何かっていうと、ブロードキャストアドレスに向けられたパケットを転送しないように、まあ、ルーターでもデフォルトで設定しているそうなんですね。まあ、こういった手法で守られていますよっていうことですが、じゃあなんでこの守る手段、ブロードキャストアドレスに向けられてパケットを転送しないことによって、まあ、スマーフ攻撃から、まあ、身を守ることができるのかとか、まあ、そういったところはやっぱりスマーフ攻撃の中身を知らないと、理解しがたいと思いますので、今日はスマーフ攻撃の中身をちょっとお話ししてみて、じゃあどうしてこの守る手段、ブロードキャストアドレスに向けられたパケットを転送しないようにルーターに設定することによって守れるのかっていうところまでお話しできたらなと思っておりますので、お付き合いください。それではスマーフ攻撃の流れを見ていきましょう。まずは攻撃者が送信元を偽った ICMP データを作成します。ICMP のデータでエコーリクエストなので、まあ、聞こえていたらメッセージ返してくださいねというようなメッセージです。そのソース IP、本来は攻撃者の IP アドレスになるはずなんですが、まあ、そこをうまく偽装してソース IP として攻撃対象のサーバーの IP アドレス、ここで言うと XXXX に設定します。まあ、そういったデータを作成します。次はその2、作成した ICMP データをブロードキャストアドレスに向かって送信します。はい、このソース IP を XXX、 攻撃対象のサーバーの IP アドレスに偽装して、次はデスティネーション IP、 宛先の IP アドレスとしてブロードキャストアドレスを指定します。 YYYY、まあ、みたいな感じですね。ブロードキャストドメインに対してブロードキャストアドレスっていうのがありますので、 YYYY を設定してあげます。そしてブロードキャストアドレス向けに送信します。そしてその3、ブロードキャストドメインに属するホストから大量に攻撃対象サーバーに応答が返ってくることになります。ネットワークスペシャリストを受験されようとしている皆様なら想像つくと思いますけれども、ブロードキャストアドレスに対して、通信すると、まあ、全員が対象になるので全員がこう通信を返そうとしてくるんですね。今回は ICMP エコーリクエストなので、聞こえていたら応答してくださいって言ったのが、このブロードキャストドメインに属するすべてのホストから返ってくることになります。はい、そして最後ですね、サーバーが大量の通信が来て応答を処理しきれなくなり、まあ、機能停止になってしまいますよと、まあ、こんな流れですね。これがスマーフ攻撃です。はい、そしてここまでお話を聞いていただければ、最初にお話しした守る手段の話もイメージしやすいと思います。現在の対策としては、このルーターでブロードキャストアドレス宛ての通信は無視する、まあ、そのような設定がデフォルトで入ってますので、
悪意のある攻撃者が、攻撃対象のサーバーの IP アドレスを操作 IP に入れて、偽装できて、ブロードキャストアドレス宛てに通信してきたとしても、ここの段階でこのパケットを、無視する、削除したりですね、ドロップしたりっていうことができるので、スマーフ攻撃の対策になりますっていうところが今回の守る手段というところです。おそらくスマーフというのはここのあたりの流れのことをイメージしてるんでしょうね。この攻撃者は、一つのパケットを、細い線ですね、一つだけのパケットを送っただけなのに、この大量の通信が発生して、大きい獲物を倒すというような、このような流れがおそらくスマーフのアニメの、なんていうんですか、テーマに値するんでしょうね。なのでスマーフ攻撃と言われているのでしょう。はい、それでは今回はスマーフ攻撃についてアウトプット挑戦してみました。今では使われない攻撃手法ではあるんですが、このようなですね、攻撃手法っていうのも昔からあるっていうところを理解した上で、今の攻撃手法っていうのを勉強していくと入ってきやすいと思いますので、ぜひこういった昔ながらの攻撃手法とかも勉強してみると面白いと思います。はい、それでは今日の動画は以上です。この動画が参考になったよとか面白かったよとか思ってくださる方がいれば、ぜひぜひ高評価やチャンネル登録いただけるととっても嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。